ウラジーミル・ボリソビチル・シャイロは、ロシア連邦の政治家。内務省官僚出身の白引きで、人質解放の強行作戦の実行に関する、専門家。ボリス・エリチン政権とウラジーミル・プーチン政権で、内務大臣、ロシア連邦安全保障会議書記、CIS 執行議長及び書記を歴任した。1953年6月28日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、 連邦社会主義共和国の田んぼ府州田んぼ府市に誕生する。1972年から内務省。1976年、ソ連内務省をムスク高等民系学校卒業。学校卒業後、モスクワ内務総局刑事捜索部で働く。1986年から組織犯罪対策に従事し、モスクワ市内の両替店を監督。 1988年から1993年、モスクワ刑事捜索部第6課長。1992年から、地域組織犯罪対策局長。1994年、民警少将。1995年3月、テレビジャーナリスト、ウラジスラフ・リスチエフ殺害と関連して、株式会社、ロガバス社長ボリス・ベレゾフスキーの事務所を捜索。 1996年10月、組織犯罪対策総局第一副総局長に任命。同年12月、ロシア安全保障会議に出向。1996年から1998年、連邦委員議長の法務問題、安全保障担当顧問。1998年5月9日、ロシア連邦内務次官に任命。中条に昇進。チェチェンにおける。 ロシア要人誘拐事件解決にあたる。1999年5月31日、セルゲイ・スティパーシン内務大臣が首相に就任したため、公認の内省に就任、大省に昇進。2001年3月28日、安全保障会議書記に就任する。安全保障会議書記としては、中国を訪問し中ロ関係の緊密化に一役買うなどした。 2004年6月12日に CIS 執行委員会議長。上院議員を経て2008年8月22日に国際法律経済大学学長に就任した。ありがとうございます。